岩岡康弘は宮崎県小湯沸高鍋町出身の元プロ野球選手。ポジションは内野手。高鍋高校では1951年夏の甲子園予選東九州大会に進むが、1回戦でだいぶ上野高志高に赤敗高校同期に大学、プロ野球と行動を共にする黒木博士がいた。卒業後は黒木と共に。 明治大学へ進学。東京六大学リーグでは、エース秋山昇を要し、1953年、周期リーグの戦後初優勝を含め、在学中に3度の優勝を経験。1954年、1955年の全日本大学野球選手権に連続優勝を飾る。1955年春期リーグでは、ベストナインに選出された。 同年の第二2二回アジア野球選手権、大会日本代表として、日本チームの優勝に貢献。1956年に、太陽ホエールズへ入団。同年に、明大から太陽へ入団した、秋山、黒木、沖山三都市、土井厚史と共に、明大後人衆と呼ばれ注目を浴びた。1年目から遊撃手のレギュラーとして起用され123試合に、出場。 同年は、規定打席にも達する。1957年も108試合に出場するが、1958年は、故障もあって、シーズン前半を欠場、その後は徐々に出場機会が減る。1962年限りで引退した。引退後、対応のスカウトとなり、1969年から1972年までは、対応でコーチを務めた。 ありがとうございます。